ズマチャンネル。こんにちは、イグマです。今日は私たち中高年の大きな課題でもあります、着物を着て若く見えるにはどうしたらいいのかということについて考えていきたいと思います。せっかく着物を着ておしゃれしたのに老けて見えたんでは意味がないですよね。着物をね、販売している今はもうそういったところはほとんどありませんけれども、着物ね、これは、20代30代のお着物ですよ。こちらは60代から70代の方に向いたお着物ですよっていう、そういう売り方をしていたね、時代があったんです。私に言わせればそんなことは言語道断なんですけれども、そういったことが、まあ今でも一部そういった販売方法をしているところがあるんです。例えばね、20歳の人が25歳に見えたとしても、それはね、老けたって言わないで大人っぽく見えた、そういった逆に素敵に見えたっていう感じになるわけですよ。だから若い人はね、老けて見えるっていうか、まあ言い方悪いけど大人っぽく見えるようなファッションも素敵なんですよね。でも私たちにしてみれば、例えば私は今63歳なんですけれども、63歳の私が70歳に見えたらもうすごい悲しいわけですよ。悲しいですよね。だからそういった風に見られない、若く見えるにはどうしたらいいかっていうことについて考えていきたいと思います。で、こんな格好をしてるのは、今こうやってこの格好で私が喋り続けてもなつまらないので、まあちょっと着物を着ながら、一緒に考えていけたらいいかなと思います。今日の着物は、さりげないけど若く見えるっていう感じの着物をちょっと選んでみました。私はそう思ってるだけで、人がどう思うかちょっとわかんないし、着てみないとこのコーディネート実は初めてかもしれないので、実際若く見えるかどうかは出来上がってみてのお楽しみなんですけれども、それでは着物を着ながら皆さんと一緒に考えていきたいと思います。どうぞ。はい、今日の着物はこういったね、紬です。何なんだろう、どこの紬かよくわからないけれど、これはね、リサイクルショップで買った時はなんか生紬って聞きました。生紬って何なんでしょう、ちょっとまあ今ちょっとすぐわかんないので後でググってみようかな。それでは着ていきたいと思います。
外とこう地味めに見えるかもしれないですけど、色がね明るいんですよね。だから今日はこれを選んでみました。Thank you.
通の帯締めを使います。はい、できました。今日は、こうお直しまで、ただね、今見たらこの帯締めがちょっとね、この帯の柄とあまりにも一体化しすぎて、良くないので、ちょっと取り替えたいと思います。帯留めを使うことにします。この茶色にこの紫の石のついたね、結構ね、この帯締めの段階でこの最後の仕上げで結構変わりますよね。うん、短い短い、よいしょ、非常に短かった。多分こっちの方が、ですか。微妙か。こっちの方がいいかな。こっちの帯締めにしてみようか。今日は。でもこの仕上げで結構ね大事だから、これで全然変わるっていうところも見ていただきたいと思います。好みですね。もうこれ以上いろいろやったらおかしくなりそうなので、今日はこれでいくことにします。このね、白い紬はこう割と顔を明るく見せてくれるんですよ。それで全然派手な着物ではないですけれども、さりげなく、こう若く見えるっていう感じの着物をとして選んでみました。いろいろね、やっぱり若く見える女優さんなんかを参考にするの、自分の年の近いね、それを思うと私はね、すぐ頭にこの出てくるのは黒木ひとみさんとかそういう感じなんですけれども、あまりにも自分からかけ離れちゃってるので、それでもまあそういった人を参考にして、どういった着物を着てるかなとかっていうのをチェックするのも一つの方法だと思っています、はいはい、それでは今日の着物全体像も見ていただきたいと思います。いかがでしたでしょうか。今日の動画はこれでおしまいです。気に入っていただけましたら高評価、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。さようなら。